皆さんおはようございます。本日ここに市道第107号線井頭西号線第2期校区の開通式を挙行しましたところ、来賓の皆様方にはご多忙中にもかかわらずご臨席を賜りありがたく厚く御礼を申し上げます。市道107号線は主要地方道宇都宮真岡線の西号地内を起点として国道121号を終点とする延長 3.4km の幹線市道であります。本路線の終点は本市の北西部に位置し、県民や市民の憩いの場である県立井頭公園、真岡市健康増進施設真岡井頭温泉、勤労者研修交流施設チャットパレス、農産物販売交流施設アグリッコなど高い集客力を誇る施設が集中しており、休日には県内外から多くの観光客が訪れる地域でもあります。これまで市の中心部からこれらの施設へ直接通じる道路は川崎街道として知られる市道1075号線だけであり、昔からの道路であるため狭隘ですれ違うこともままならず、休日などには周辺道路が混雑する状況が続いておりました。このようなことから沿線地区である西郷地区や下大田和地区、堀内地区、上大田和地区の皆様からも道路整備についての熱心な要望があったところであります。本市としましても市の中心部と北西部を結ぶ道路の必要性を感じ、この市道107号線の道路新設を計画し、平成11年度から事業に着手し整備を進めてまいりました。第一期工区は主要地方道宇都宮真岡線から羽賀広域農道までの約 1.9km の区間で、平成22年12月1日に供用開始となっており、この度羽賀広域農道から国道121号までの延長約 1.5km にあたる第二期工区が完了し、全線が供用開始となったところであります。本道路を築造するにあたり多大なるご理解とご協力をいただきました有権者をはじめ関係各位の皆様に対しまして心より感謝を申し上げます。この度の供用開始により本市北西部から中心地域へのアクセスも容易となり、特に沿線の皆様の利便性が高まるものと大きな期待を寄せております。また市民の皆様をはじめ県内外からの来訪者の利便性向上にも寄与するとともに、3月末に完成を迎える羽賀地区エコステーションのアクセス道路としても利活用が図られるものと期待をしております。本市を取り巻く道路環境は地域高規格道路上層宇都宮東部連絡道路として総延長約 100km の一部を担う絹テクノ通りとの絹テクノ通りの真岡宇都宮バイパス約 5.2km が昨年12月21日に供用開始され、真岡バイパスと真岡北バイパスを合わせて約 11km が通行可能となり、残る国道294号までの真岡南バイパス約 3.1km の区間について整備促進に向けた取り組みが進められております。本路線はこのような幹線道路網を補完するものであり、本市道路ネットワークの一翼を担う道路としてその役割は重要であると考えております。今後とも効率的で機能的な道路交通体系を確立し、誰もが安全安心に暮らせるよう、本市の将来像である誰もがホッとできる街もか、そして日本一安心な街の実現を目指して全力で取り組んでまいりますので、皆様のさらなるご支援を ご支援ご協力をお願い申し上げまして式辞といたします。特に地権者の皆様には大変ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。